はい、プレーボールどうも野球人です。 DeNA ドラ1渡来 150m 弾ゴールデンルーキーがエグすぎるということでございまして、はい、今回は DeNA のドラフト1位渡来選手についてお話していきたいと思います。まあね、高校球団ルーキーが自主トレを行っているわけでございますが、まあそんな中で DeNA のドラフト1位渡来選手、まあ彼がすごいよというところが話題となっております。まあもちろんね、こう社会人ナンバーワン外野手として期待されていた立場でございましたが、まあなんとね、打撃練習で150メートル弾を飛ばしていたというところでございます。まあやっぱね、渡来選手で言うとちょっと昨シーズンに関しては長打力がね落ちていたっていうところで心配をされていたんですが、まあその心配をもろともしない抜群の打球を飛ばしていたっていうところもあって、まあまあその辺もいろいろね含めてお話していきたいと思います。ではまず記事から見ていきましょう。はい、 DeNA ドラ1渡来が自主トレで 150m 弾、 DeNA のドラフト1位渡来龍樹外野手が新人合同自主トレ第2クール最終日に 150m 弾を放った横須賀市内の2軍練習施設ドックで午前中に行われた打撃練習、福本打撃投手相手にフルスイングすると階段は横浜スタジアムと同系のグラウンドの右翼ネットを飛び越え、隣接する横須賀スタジアムが設置する同球場からの打球を防球するネットの中段まで飛んだ。チームの人にどのくらい飛んでるか聞いたら150メートルくらい飛んでると言っていました。結構飛んだので本当にいい状態でやられていると、スラッガーも笑顔だ。衝撃弾を目撃した関係者は明かす。渡来は30スイングで10スイング以上が柵越えだった。あの一発は150メートルは飛んでいる。ドックが19年に開場して以来あそこまで飛ばした新人は初めてじゃないか。無風の中で飛ばしたのもすごいと目を丸くした。その事実を聞いた横須賀スタジアムの関係者も、ここまで飛ばしたんですかと驚きを隠せなかった。順調に自主トレをこなす背番号4、自身の打撃練習について、基本的には遠くに飛ばす練習をしています。今日も飛距離としていい打球が出ているのでそこはいいと思うと大満足していたということでございます。はい、ということで、まあ渡来選手ね、今こう新人合同自主トレといって、まあ春季キャンプの前に新人が集まってこう合同で自主トレするっていうところはどの球団もね慣例にはなっているんですけれども、まあ今日はねその第2クールの最終日、2軍の練習施設ドックでね打撃練習を行って、まあそれが本当とんでもない飛距離だったということになっております。まあ2軍施設のネットを飛び越して横須賀スタジアムまでこう飛び出したっていうところでもあるんで、まあやっぱ相当ね飛んでいたんじゃないかなというところでございますが、ではね、この渡来選手どういう選手が成績かっていうところ改めて振り返っていきましょう。はい、では見ていきます。渡来龍樹選手、プロ1年目、出身地は千葉、2002年10月4日まで21歳、183センチ、83キロ、ポジションは外野セカンドサード、右投げ左打ちの選手でございます。2023年ドラフト1位指名の選手、今季の年俸は1600万円、契約金は1億円ということになっております。横浜高校ではセカンドとして活躍し、プロ注目の選手に成長していきますが、3年中をドラフトで指名漏れ、卒業後はエネオスに入社し、1年目ながら外野手としてレギュラーをつかみ、都市対抗日本選手権も出場、さらに2年目は都市対抗で4ホーマーを放つ大活躍でチームの優勝に大きく貢献し、ベストナイン社会人参加を達成、そしてドラフト解禁となる3年目の昨年も活躍を続け、3球団競合の末 DeNA が交渉権を獲得していたということになっております。はい、この渡来選手、まあ横浜高校からね強打のセカンドとして注目されておりましたが、まあただね今年は指名漏れ、そこからまあエネオスに入って才能が花開いたというところになっております。で、成績も見ていきましょう。21年1年目のね社会人成績は21試合で2割8分4厘、67打数の19安打、4ホーマー、オーベース0.787という成績になっております。はい、まあやっぱ高卒1年目からエネオスでレギュラーっていうところ相当すごいですよね。まあ打率もそこそこ残してホームランも4本、オーベースもこれだけ高かったら文句ないね成績かなというところになっております。で、すごいのが2年目ですよね。36試合で3割4厘、135打数の41安打8ホーマー、オーベースが 0.910 と素晴らしい成績ということになっております。まあ打率3割に乗ったっていうのもそうなんですが、ホームラン8本、グッとね長打力っていうのがついて、オーベースも 0.9 を超えて、社会人3冠も受賞ということになっております。特にやっぱ都市対抗での活躍っていうのがね印象的かなってところではありますし、まあチームのね優勝に大きく貢献したと言っていいのかなというところではないでしょうか。で、昨年は3年目、解禁年でございましたが、27試合で3割9厘、110打数の34安打3ホーマー、オーベース0.764という成績になっております。まあ去年もね、打率3割をしっかりマーク、ホームランは3本だけと、オーベースはね、伸び悩んだんですが、まあまあそれでも上々の成績を残して、見事ね、3球団競合でドラフト1位指名。まあやっぱ3球団競合っていうところもあるんで、
野手としてはナンバーワンの評価に昨年のドラフトではなっていたということでございます。まあ、ピッチャーでは武内選手が3球団競合で、野手では渡来選手っていう感じかな。まあ、やっぱこう佐々木麟太郎選手がね、志望届出さなかったっていうところもあって、余計ねこう渡来選手に人気が集まったのかなというところもあるんですが、でまあそんな渡来選手でございますが、まあ、彼の長打力ですよね。そこについてもちょっとお話していきましょう。はい、では渡来選手の長打というところで見ていきましょう。まあ、渡来選手のね、指標というところをチェックしていきます。社会人1年目は K パーが 15.7%、 BB パーが 1.4%、 BBK が 0.09、 ISOD が 0.010、 ISOP が 0.209 というものでございました。まあ、こうやって見ると1年目は BB パーがかなり低く出ておりましたが、まあその分 ISOP 長打率低く打率の数字になりますが、まあまあこれはね、そこそこいい数字を残していたということになっております。で、さらに2年目になると、K パーが 13.8%、BB パーが 4.9%と、共に指標は良化、ISOP、で、長打力の ISOP は 0.259 と、まあぐっと長打を増やしていたということになっております。ただまあ社会人3年目、ここを見ていくと、K パーは 6.2% と、まあかなりね、三振はしなくなっていたんですよね。それもあって BBK で言うと、1年目、2年目より、上がっていると。まあ、ただ、肝心の ISOP に関しては 0.128 ということになっておりまして、2年目と比較すると、まあ、半分以上に落ちてしまっていたということになっております。まあ、さらに1年目の数字より下がっているっていうところもありましたんで、まあ、やっぱこう、3年目はね、K パーが良化していたんですが、2年目に向上していた ISOP が大幅に低下しており、まあ、若干この辺はね、3球団競合したとはいえ、不安要素ではあったんですよね。まあ、やっぱなかなかフォアボールをね、選ぶタイプではない渡来選手。打率と長打力で、しっかりとそこをね、カバーしていきたいっていうタイプではあるんですよね。まあ、ただその長打がぐんと減ってしまっていたっていうところは、気がかりではありました。まあ、当然ね、まだまだ年齢も若いですし、プロ入ってから長打を増やしていけばっていうところではあったんですが、まあ、ただそういうところは若干不安であったということになっております。まあ、ただそんな不安をよそにですね、渡来選手は、独解説後初となる150メートル弾をね、放っていたっていうところがありました。まあ、こう今までの心配は何だったんだというか、まあ、実戦ではないにしろね、ここまでやっぱ長打力があるっていうところは驚きではありましたよね。まあもともと打てる能力がね、あるっていうのは分かっていたんですけど、まあでもやっぱここまでとはというところではないでしょうか。で、さらにまあドック解説以降の DeNA のドラフト選手っていうところを見ていってもですね、このような感じになっております。で、野手で言うとね、2022年は松尾選手、林選手、21年は相原選手、梶原選手、で、20年は牧選手、小深田選手、19年は森選手、東選手、田辺選手、海老名選手らがいるということになっております。19年解説っていうところでありますんで、そこまで選手は多くないんですが、ただやっぱ牧選手がいますので、そうなればやっぱ牧選手以上の飛距離っていうところにね、球団の人の話によるとなりますんで、まあ、そうであればやっぱね、長打に関しては心配はなさそうな感じもしますよね。まあそれ以外もね、やっぱ梶原選手とかも飛距離はすごいですし、海老名選手とかも飛ばせますし、まあ大学生で入ってきたね、彼らより1個年齢の下の渡来選手がこれだけ飛ばせるとなればね、相当こう楽しみなところではありますが。はい。ではね、まあそんな DeNA でございますが、まあライト事情っていうところ、まあ当然渡来選手が出るとしたらね、多分まあライトかなっていうところではあるんですが、そこについても見ていきましょう。はい。では DeNA の外野っていうところを見ていきましょう。で、外野の中でもライトですね。ここに焦点を当てて見ていきますと、まずは300イニング以上守っていたのが関根選手、太田選手の2人ということになっております。関根選手が482イニング、一番ライトを守っていて、太田選手が303イニングということになっております。まあ、ただ関根選手もオーベース0.642、太田選手も0.618と、まあ、打力ではね、そこまでこう、ぐっと成績は残していなかったということになっております。で、100イニング以上守っていたのが、楠本選手と上沢選手。楠本選手が 227.1 イニングで、上沢選手が133イニングということになっております。まあ、ただね、彼らも打撃では成績を残していないと。で、100イニング以下の選手で言うと、梶原選手が73イニング、海老名選手が60イニング。で、アンバギーが11イニングということになっております。まあ、ただ、彼らも打力ではそこまでいい成績ではなかったということになっております。まあ、なので、DeNA のライトのチーム成績見ていくと、オーベースが 0.600、12球団中10位ということになっております。まあ、セリーグでは一番低く、まあ、なんで、ライト事情っていうのが、非常にこう厳しいのが DeNA ということになっております。まあなので、戦力的に渡来選手が1年目から食い込む可能性もね、十分あるとは言えるのかなっていうふうに思いますし、まあもちろんこう新助っ人獲得するプランっていうのもあるとは思いますし、まあその選手がライトに来るね、可能性も大いにあるんですが、まあまあただやっぱね、助っ人がレフトに回って、佐野選手がファースト、そしてまあライト渡来っていう布陣も全然考えられますし、まあまあやっぱこう、
しっかりと成績さえ残せばね、出番っていうのはいくらでもあるんじゃないかなっていうところでございます。まあやっぱ高卒社会人っていうところ、1年目からバリバリ活躍した選手っていうのは、まあほんといないので、ハードルっていうのはかなり高いんですけど、やっぱね、こうどんどんアピールしていってほしいなっていうふうに思いますし、まあね、こうオープン戦とかしっかり結果出して、開幕スタメンを狙ってほしいなというぐらいのね、選手かなっていうふうに思いますんで、やっぱこうゴールデンルーキー、まあまだね、キャンプも始まっていない段階でございますが、非常にこう楽しみかなというところではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。最後ね、ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。渡辺パワーで強み出せるならコーナーでもいいよなということで、はい、そうですね、やっぱね、渡辺選手に関してはしっかりパワーを見せてくれているっていうところもありますし、期待値っていうのはどんどん上がってますよね。まあ元からね、バットに当てる能力っていうのは非常に高いんで、まあそれで長打は問題ないとなればね、かなり期待はできるのかなというふうに思いますし、まあやっぱね、本職はライトっていうところでもあるんですけど、まあ彼の場合は内野もね、やっぱできるっていうところはあります。まあ、エネオスではね、なかなか守る機会ってのはなかったんですが、やはり高校時代はセカンドをやっておりましたし、サードのね、練習とかもちょこちょこ社会人時代にやっておりました。で、自主トレでもサードでこうノックをね、受けていたっていうところもありますし、やっぱある程度その辺はね、DeNA も考えはあるのかなっていうふうに思います。まあ、こうセカンド、サードはね、今、牧選手、宮崎選手がいて、まあ、すぐにね、レギュラーでってとこではないんでしょうか。まあまあでもやっぱ、しっかりと活躍していけば、まあ、彼らが休む時にね、そこを守ってみたいなことも可能性はゼロではありませんし、ゆくゆくはまあ外野と内野の比重を入れ替えて、まあ、宮崎選手の後釜にサードのレギュラーみたいなところでも全然ね、面白いかなというところでございます。まあまあ内野をね、どこまで守れるかっていうところは正直まだ未知数ではありますし、まあいろいろこう試していかないとってところではあるんですけど、ホームラン20本30本ぐらい打てるサードがね、宮崎選手の後釜に出てきたら非常にやっぱ強みにはなってきますし、外野の選手よりも貴重っていうところはありますんで、まあそういう風にね、成長できる可能性っていうところも考えれば、まあほんとこう可能性は無限大だよねというところではあるんですが、でこちら見ていきましょう。井上といい、渡来といい、本当期待しちゃうわということで、でまあ一方でね、渡来選手だけではなく、ドラフト6位の井上選手、まあ彼もやっぱね、いいんじゃないかっていうところが言われております。まあ四国アイランドリーグで圧巻の成績を残していて、試合下で指名となった井上選手、まあ年齢的には大卒社会人で入ってくるのと一緒ということでございますんで、まあ渡来選手よりよりね、高速戦力性っていうのが求められております。でまあ外野の選手ではあるんですけど、サードとして守っているっていうところもありますし、期待はできますよね。まあまあなんでこう井上、渡来、まあこの2人がね、1年目からどれだけやれるのかっていうところ、本当楽しみかなっていうところではありますし、まあもしかしたらね、渡来選手より井上選手の方が1年目こうグッてね、出る可能性もあるだけに、その辺のね、兼ね合いっていうところも楽しみですし、当然まあポジションもね、ある程度被ってくる可能性はあるんで、ライバルになるね、可能性もありますんで、まあその辺ね、実戦終わって、春季キャンプ入って、どういう風にね、こう首脳陣が判断していくかっていうところ、ほんと注目ですし、まあピッチャー陣はね、今永選手が抜けたとはいえ、しっかりいい選手も補強はできていますし、流出も最小限に抑えられているっていうところはあるんで、まあ彼らがしっかり力を発揮してくれればね、チーム力っていうのも一気に上がってくるのかなというところでございますね。まあ本当この二人にはより一層注目かなというところではないでしょうか。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。